年年年齢何何億年それとも何千年どっちが本当こういう題名でお話をいたします。改めて皆さんこんにちは。地球の年齢なんて考えたことあります世界史で習った有史時代っていうのが数千年前にメソポタミア文明で始まってって習いましたよね。しかしか 地球ができたのは何億年も前じゃないなんて漠然と思っていたのではないでしょうか。え私も実はそうなんですね、えー。世界の年代、一般常識では地球の年齢46億年なんですね。で、聖書は何千年えという話です。さて、世界の年代、聖書は 約6000年ぐらいいだと言っていますこれ聖書だけからしますとこういうことになるんですね。で最初の想像が6日間でありました。でアダムさん人ですよね。第6日目に作られた。そこからキリストまでが約4000年ぐらいなんです。でキリストから今までが約2000年ですから。 なんと天地万物が6,000年前に作られたという話になってしまうんですね。ですすよねね日目ですから、ね、でどこにそんなことがこんな短い年代が書いてあるのかっていうと、えー、創世紀5章と創世紀11章とまたイ1章にアダムからキリストまでの家系図がこんだけずらずらずらっと書かれてるんですね。それを足してるんですよ そうするとまあ多少誤差があるかもしれないですけどこれだけ足すとですね 6, 年ととといいううことになるんでですす。よね。えという話です一般常識は進化論宇宙進化論とそれから生命進化論が合わさってそして地質学というものがあって、えー、この世界の年代というのは宇宙が始まってから138億年と言われています。 始まりはビッグバンです何もないところが爆発して宇宙が飛び出した、まあ、それも不思議な話ですけどともかくもそう言われてるわけですねそして人間が登場したのはいつかというと今から万万年500万年前なんですいきなり人間ができたんじゃなくて猿が二足歩行を始めてだんだんと人間らしくなってきたって言われる頃がそれぐらいだっていうんですねまあエンジンがエンジンと言われていますけれども その400万年前500万年前だとしてもですよこの世界の年齢からすれば最後の最後の最後の最後に人間が現れたということになっていますこれが進化論による年代ですじゃあ地球はいつ始まったんですかっていうと46億年前に地球が始まったこれは宇宙進化論地質学で言われていますこれが常識になってるんですね でありとあらゆる学問がこれが土台として今教えられてますでここにあるなんていうんですかこれポインター見えますよねこれあのずっとはしごのようなものになっているんですけどもこれあの地質中上図と言われるものですどういうものかというと例えば地面にですねパイプをだーっと2000メートルぐらいのパイプを突っ込んでそのパイプの中に 取り上げてきたら地層がこういうふうに出てくるっていうんですよね。で、いわゆる水で堆積した地層は全,全地球を1,500メートルから2,000メートルぐらいの厚さで覆ってるっていうことなんです。で、その下の方一番下の方は千カンボリア紀といって、ここは何も化石が出てきませんが、 その上のカンブリア紀というところからいきなり海の底の生物の化石が大量に出てくるんですねそして、えー、この仙カンブリア紀とカンブリア紀の間つまり生命が始まったのは今から5億4,000万年ぐらい前と言われていますで、えー、だんだんと進化してきてその地層の上の方からですねもう少し上の方から魚が出てくると。 魚の化石が出てくる。そして、さらには水際の生物の化石が出てくる。で、その上は地上の動物ですね、恐竜とかが出てくるというわけですよ。で、さらに上の方に行くと、鳥、えー、類や哺乳類が出てきて、えー、現在に至るっていうふうになってるんですね。で、この地層が出てくる範囲を、県生代、あ、ごめんなさい。 生物の化石が出てくる範囲を県世代と言いますカンブリア紀から現在までですねで地層というのは下から積もりますから一番上は現在だということです徐々に徐々に積もってきたということなんですねでこれが進化の証拠だというふうになっていますグランドキャニオン すごく分厚い地層が下から上まで現れているところです。この地層と化石がいつどうやってできたんでしょうか、まあ、進化論だと何十億年なんですよね。皆さんここに行ったことありますか行ったことある方いらっしゃいますはい、えー。ほとんどのここのツアーガイドさんはこう言うんですね。 ここは生命進化の歴史を見せているところです。数十億年かけて堆積した。堆積したって水で積もったという意味ですね。地層の中に下から生命が進化してきたその時代の生物が化石となって埋蔵されています。と紹介されます。しかし、そのような古い年代っていうのはどうですかどうやってわかるんでしょうねどうやってわかるんでしょう 過去にに遡ってて実際に見て検証できないんですですからどうやって測られてるかっていうと今あるものを調べて過去を憶測する推理するわけですね、えー。下から大昔の生物が化石となって埋もれているんだねということでほとんど世界中の人々が一致しているという状態です。これあの 先ほどの地質中上図を重ねてみますとこのグランドキャニオンのねところにこのまま当てはまります下から上まで全部見えているところです地層がで下の方このグランドキャニオンの下の方は海の底のものの化石が出てきてお魚が出てきて恐竜が出てきて大量の化石が出てきますねそれでここで 疑問が出てきますこの分厚い地層とその中に埋蔵されている化石は例えば聖書でいう6000年だったとしたらその短い歴史の中でいつ積もったというのかこれ疑問ですよねそしてこう言われます何億年という地球の歴史は この地層のの体積、この分厚い地層の体積そしてそこに埋蔵されている化石そしてさらには何億年と発表されている年代測定が示しているではないかだから聖書に書かれた6000年なんてとんでもないという話になるわけですねさあ皆さんどう答えますでしょうかそれで今日は先ほどのこの疑問点の 大きな疑問点3つ挙げましたね進化論が主張する地層の分厚い部分ですね分厚い地層がどうやって短い時間に積もったというのか長い時間かかったはずだ化石はその中に進化してきた通りの順番で埋蔵されているではないか年代測定は何億年って紹介されているではないかというこの3つの疑問点について今日 皆さんと一緒に見ていきたいと思いますまず一番目の地層ですこれどこだと思います地層がむき出してますねで斜めになってるんですよでここはね地層がぐにゃっと曲がっていますよねこれ終局って言うんですけどもなんと和歌山県の須佐見海岸雨鳥の終局というところです はい、ここ行っってて写真撮ってきました。ここにね大人の人がいますねで向こうに子供の子供がいますですからここの終局の部分、えー、大きさわかると思いますけど拡大してみますそうするとこういうふうにぐにゃっと折れ曲がってるんですよこれ地層ねで進化論でいうとこの地層って大体こう2 0センチとか3 0センチぐらいの分厚さあるんですけども この地層自体が20万年とか30万年とか40万年かかって徐々に積もったと言うんですね。でしばらく期間を置いてまたその上に何十万年かかってその上の地層が積もったと言うんですよこれ。ですから進化論ではこんだけの例えば折れ曲がってる部分の地層だけでも100万年ぐらいかかって積もってると言うんですよね。折れ曲がったところちょっと不思議に思いませんかそれだったら カチカチになってて、ここが砕け、折れ曲がった部分が砕け散ってるはずなんですよ。ぐにゃっと曲がってる。これは何を示していると思いますか地層ができて、つまり水の中で土砂が、泥が堆積して粘土状態になっている間に、3つ、4つの地層が全部積もってですよ。で、その後、横から圧力かけて、 かかって終局した折れ曲がったまだ柔らかいうちに折れ曲がったという証拠ですすなわちこの地層が積もるのに時間差がなかったという証拠ですよねさらにグランドキャニオンです見事でしょうこの平行地層が相関じゃないですかこの地層がねどこまで行っても交わらないんですよ 離れもしないと。同じ感覚でずーっと地層があるんまるでね、段ボールというか紙を重ねたようじゃないですか。どうやったらこういうのができると思いますこれ平行地層なんですね。これがね、下から上まで積もるのに、進化論地質学では、先ほどの県世代の5億4000万年かかって積もったというんです。 5億4000万年の間このね下の方の地層の線筋っていうのはその時には地面の表面だったんですよねでまた次の地層が重なって何十億年何百億年かかって、えー、あ何十万年何百万年かかって次の地層が積もりまたその上に何百万年かかって積もりってこうでこれができたというんですけどもいかがですかそれだったら表面この地層の線っていうのはジグザグになってると思いませんか皆さん 家の近くで住宅造成地がありましたそこにねトラックが砂を持ってきて砂の山を作りました一晩夕立ち降っただけでその表面ジグザグになりますよね水が流れたりしてだったらそれぞれの線っていうのはこういうふうにジグザグジグザグになってるはずなんですよ見事に平行地そうです私が小学校の時に 担任の先生が地層を作る実験でやってくれたんですね。金魚鉢、透明の金魚鉢持ってきて、砂持ってきて、そして、えー、水を持ってきて、生徒たちみんなでその金魚鉢の中でかき混ぜました。そうすると、1時間授業して後ろ振り向いたんですよね。そしたらぴっちりと平行地層ですね。すなわちこれは下から上まで ものすごい水で一回かき混ぜられたという証拠じゃないですか。えー、その証拠に、この地層の境界面にね、堆積物の上乱もなく、土壌の化石もないん。土壌って何なのかというと、お魚の土壌じゃなくて、草木の根だとか、ミミズだとか、そういうものを含んだ土の化石が一切ないっていうんですよ、下から上まで。恐竜の化石出てくるんですよ。 魚の化石も出てくるんですよ。しかし土壌の化石がないんです。一切ないです。で、上乱もありません。上乱っていうのは、例えばヤドカリが海岸で砂を、海岸線の砂をひっくり返したりとかね、あるいはミミズが掘ったりとか、モグラが動いたりとかいうんで、地面の表面が、もう中がぐちゃぐちゃになってるっていう、かき混ぜられてるっていう状態が一切ありません。すなわち、これは、 積み重なった地層に時間の堆積さが見られないんですよ。下から上まで1つの水でかき回されたという証拠じゃないですか。えー、私は今から67年前にイスラエルを旅行する機会がありましたその時にねこれあのヨ,ルダ川ヨルダン川の西岸地区ですけれどもここにね地層が見えてますよね。えー。 拡大してみますこうなってるんですよ。えっというこの地層一つのねこの,このラインからこのラインまでやはり20万年とか30万年とか言われるわけですよね。でこの間の地層っていうのはこれはあの何十年何百年の細かい地層が積もったっていうその分かりますよねここでも小さい細かい地層見えますよね。しかしかねこの地層は こんんなふうに渦巻いてるんですこれ何だと思いますこれは泥がかき混ざれた証拠ですよね柔らかいうちにねすなわちこっからここまで積もるのに一気に積もっただけの話じゃないですか積み重なった地層に堆積の時間差が見られないです皆さん日本でもいっぱい地層ありますから集客もしてますんで こういう視点で見ていってくださいきっちりこうなってますからね次は化石です化石はどう,どうしてできるんでしょうか陸上でも動物がヤブの中で死んだら朽ち果てて何もなくなるのに時間はかかりません そうですよね。皆さん、犬や猫がかわいそうに交通事故で死んでることがあります。一月ぐらい経ったらどうなります何もなくなっちゃいますよね、ええ。じゃあ、化石は一体どうしてできるんでしょうかという質問があります。これは進化論科学者も認めている唯一の方法です。お魚が水の中を泳いでいました。 上から土砂が降ってきた。水の中で土砂を被ったんです。しばらくして、このお魚は化石になりました。すなわち、水の中で土砂を被るっていうことですね。全体に土砂を被るっていうことです。このことで化石ができるんですけれども、えー、不思議な化石がいっぱい見つかっています。 えー、これは魚のランチタイムって言われる化石ですけれどもいかがですか化石がねあいや魚が生きている途中お食事中に化石になったっていうことですねいきなりなってるんですよでね、えー、これはカンブリア紀のクラゲの化石ということで紹介されてますけどカンブリア紀というと3億年とか4億年前なんですよこれは 今のヒドロクラゲです何も変わらないですね進化しないでもクラゲなんてどうやって化石になります <laughs> 私あの昔ね海水浴とか行ったらクラゲ見つけてねでそれを面白がって岩の、えー、陸の上の岩の上に置いてたら30分も経ちますと跡形もなくなりますねしかも こんなクラゲの帽子の模様まで化石になってるんですよ。一体どうやったらこんなふうに化石になりますかで進化論ではこういうふうに言われるんですね。もし少しずつ化石、泥が積もったなら化石になりますこういうふうに言われてるんですよ。お魚がそこに沈みました。死んだらそこに沈みました。そして徐々に 土砂をっってていったそれれが閉じ込められて化石になりましたしかし皆さんお魚死んだらどうなります浮くんですよ。金魚を飼ってると分かりますよね。死んだら確実に浮きますよね。そうすると他のお魚が食べてしまってまあ金魚鉢だったらそんなことはないですけども他のお魚が食べてしまってバラバラになって海の底に落ちていきます。そうするとエビやカニが あるいはバクテリアが分解してしまって何も残りません。ですから今、この現在、この地球上で化石ができつつあるっていうところないんですよね。まずないんです。でも、現在の地球で化石ができたところを私は一つ知っています。どこかというと、アメリカなんですけども、これは私が えー、アメリカのサンディエゴにある創造研究所っていう大学にあるんですよね ICR っていうインスティテュートブクリエーションリサーチっていうんですけどもそこを訪ねた時にジョン・モリス博士っていう方がこんな化石が見つかったんだよっていうことで私の手に握らせてくれたんですですからこの手は私の手なんですよねでここにね釘が刺さってるんだよって言われてえ虐殺事件と思ったんですよそうしたらいや違うとこれはね 湿地帯にのの湿地農場なんですよね。その湿地帯の部分に突き刺さっていた農場のフェンス、垣根の杭だというんですね。で、これがね、一番下の泥の中に埋も,埋もれていた一番下の部分が化石になってたって言うんですよ。じゃあ上の部分を言ったら、朽ち果ててなくなったって言うんですよね。どれぐらい 化石になるのに時間かかったんですかって言ったら少なくとも20年多くとも20年かかってないということが分かっています、えー、ここに不思議な化石が見つかっていますこれ地層を貫いて突っ立っている木の化石です木だけど丸太なんですけどねいっぱい見つかっているんですね今これはあの左側にあるのは現在生きている木です で、これは崖のところに、こういうふうにむき出しになっている、これを丸太木の杭です。で、進化論では、あるいは地質学では、この一枚の地層、大きな地層ですね。これは、あの、二十、やはり二十万年、三十万年かかって積もったと言われているんです。そうすると、この丸太はどんだけの期間、突っ立ってたんですか地上の上に。百万年ぐらい突っ立ってたということですよね。ありえます とっくに朽ち果ててなくなってるはずですこれは多層にわたって瞬時に水の中で埋もれた証拠であるここでね先ほどの地質中上図です建成台と言いましたね化石が出てくる範囲っていうのはこの地層において、えー、カンブリア紀から ずっと上の方の現在の地層に至るまで約1500メートルから2000メートルです。地球全域をこれが覆ってるんですよ。2000メートルあるっていうことですよね。これがじゃあいつ積もったのかということなんですけども、これ、そのまま計算しますとね、県生代ですから、 5億4000万年間かけて積もったわけですよ。いわゆる生命の歴史というのは5億4000万年だと進化論で言われてるんですね。そうすると、5億4000万年をかかって2キロを堆積し、2000メートル堆積したんですから、1年間でどんだけの厚さ堆積するかということですね。地層が。だから2000メートルを 5億4千で割ると1年間に堆積した厚みが出てきますね。その計算結果は1年間で地層は0.004ミリメートル堆積したということです。進化論は徐々に徐々に積もったと言ってるんですよ。そうすると、紙1枚1年間に紙1枚の25分の1積もったとしたらどうですか化石になるはずがないんですよね。海の底でも。 一切ないです少なくとも瞬時に2 0ンチ以上の土砂に覆われる必要がありますこれはあの想像論の中であの研究者たちが実際に実験しましたで化石ってそんなに長い期間かかるんじゃないんですよね、まあ、条件整えば本当にあの数日間でできてしまうという例が出てきています何時間かもしれないです そういういことで実験されてます少なくとも瞬時に水の中で泥に2 0センチ以上覆われる必要があるんですそうするとこんだけの地層とこんだけの化石が出てくるって進化論で長い時間かかったはずがないということですね地層の年間堆積量は化石を作るのに全く足りませんさあ次は年代測定です3番目 化石の年齢っていうのはどうやって分かりますか古生物学者が化石を掘り出しました。そこにね、恐竜でしょうね、恐竜の化石6500万,万歳という札がついてるわけではないですよね。どうやって測るかというと、放射性年代測定で測られます。で、これはね、 生命体であったものを直接測ることができるのはこれです。放射性炭素1 4ーカーボン14っていうんですけどもこの年代測定法です、えー。このカーボン14っていうのは炭素なんですけれども原子量がちょっと多いんですね。どうやってできるかというとこういうふうに、えー、宇宙船が上層大気に襲来します宇宙船っていうのはあの宇宙戦艦ヤマトとかああいうもんじゃないんですよね。 あのえー、宇宙から飛んでくる高エネルギーの微粒子のことを言いますでこそれが飛んでくると上層大気で中性子を叩き出してその中性子が今度は窒素に衝突して大気って窒素が多いんですよね70何パーセントかありますね。それに衝突すると窒素の中の原子核の陽子を,にを突き飛ばしてですね代わりに中性子が入っちゃうっていう。 そうすするると炭素になるんですよ、まあ、あの窒素とか炭素とかいうものは陽子の数で決まってますから、まあ、結局一つ中性子陽子を二つ飛ばしてしまうと炭素になっちゃうんですねでこれはの原子としては炭素の性質を持って炭素として振,振る舞いますでこれがね放射,放射能を持っているというんですね放射能というのはある期間経つと,、まあえー、と確率的になんですけどある期間経つと えー、自分で崩壊して通常の炭素に戻り,なります。で、その時にエネルギーを出すということで放射能があるという言い方をします。で、ここでね、ちょっと覚えておいていただきたいのは、この放射性炭素は炭素由来じゃなくて窒素由来だということですね。はじめ窒素からできてるんですね。で、それが炭素として振る舞うということです。で、これがあの、えー、どんだけの割合で今、 自然界に含まれているかというと現在で通常炭素の1兆分の1の割合で含まれています。でこれをね生命体である私たちは食物としていっぱい取りますね炭素。炭水化物入ってますよね。タンパク質入ってますよね炭素がね。その中に紛れ込んで入っているわけですよ放射性炭素が。でこれがあの生存中は ずっと食べてますのでその割合が保たれますが死んだ途端にですね、えー、この放射性炭素だけが崩壊して通常の炭素に変わっていくっていうことになりますだから死んだ時がこの砂時計の最初スタートしたという状態になるんですねでそれでずっとこの放射性炭素の割合が時間とともに減っていきますから、えー、今どんだけの割合かということを調べれば そのの生物ががいいいつ死んだのかかととううことが分かるっていうこるですねで、えー、この上の方は私が今言ったことが書いてあるんですけどこれがね死後5730年ごとに半分の割合になります放射性炭素14がこれ半減期というんですけどもでこれがね、えー、こちらが 放射性炭素ですね。C14 ですねでそれが通常の炭素に変わっていくということです。だから砂時計の上の瓶が放射性炭素であり、下の瓶が通常炭素という、こういうふうな、あのこれは分かりやすいようにこういうふうに書いています。で、えー、測定可能なものはどれでしょうかって、皆さんもうお分かりですよね。医師はダメですよね、炭素含んでないですね。 で、土も含,含んでないですよね。で、かつて生物だったものに限られるわけです。骨はこれ可能ですよね。ちょっと下にもう答え出しちゃいます。骨可能です。木片可能ですよね。植物も同じです。神はこれも元木,木材ですから。そうですねで。土器はね、土なんですけれども、土器に植物とか、まあ有機物がこびりついていることがあるということで、それが見つかった場合は測れるということです。 で化石は,、ね化石はえー、その元その生物の硬い部分を周りのミネラルが鉱物が置き換えてしまって石になっているので、ね、ですからあの、の測れないも場合もありますけども、えー、わずかでもその生命体の異物が残っていれば測れるということですね。で化石燃料というのは石油とか石炭ですけどこれも基本的に炭素ですね、生物由来の炭素なのでこれは測れます。 ここういういとになってるんですねでここでね皆さん質問があるかも。放射性炭素年代測定法では6万年より古いものは測れないのにどうして多くの化石が何千万何億年前とされているのっていう疑問が出てくると思いますね。そうですよね。これ測定限界がこの,この方法では6万年なんですよ。 これはあの測定誤差の範囲よりも放射性炭素が少なくなって検出できないという状態になるのは6万年ぐらいなんですね。まあ、正確には5万6千年ぐらいなんですけどもこういう疑問出てきますよね。何でじゃあ何千万年前何億年前ほとんどの化石はね放射性年代測定法で測られません。こういう方法で測られます。 放射性炭素14の測定限界である6万年より古いと想定される化石については、ほとんどの化石はそれより古いと想定されてるんですよね、進化論で。ですから、測られないんです。そういう場合は、その周囲の岩石を採取して、同じ地層だったら同じ年代だろうということの憶測で採取されます。採取して、この方法で、 この鉱物を対象としたウラニウム鉛筆法カルミュアルゴン法などで測られるということですねでこれもおかしいと思いませんか例えば地層の中に生物体の化石がありましたその周りに鉱物がありました鉱物とってその年代測ったら鉱物の方がずっと前からあるじゃないですかなんで同じ年代なんだと思うんですね えー、でもそういうふうにして測られますで当初の娘元素の量がこう娘元素っていうのは下ですよねこれ、えー、っと例えばウラニウムが放射性崩壊して鉛に変わっていきますそうすると親がウラニウムで娘娘元素という言い方をするんですけど専門的に娘の方が鉛なんですよねでこれねほとんどの場合が娘元素の量がゼロであったことが前提で測られるんですよ そうするとどういうことになると思いますうし、えー、いつできたかっていつ火山,岩火山岩を測定するんですけどもその火山岩がいつ噴火でできたかということが分かっている火山岩を持ち込んで測定してもらうとこういうことになりましたハワイ・ファラライ火山の1803年の噴火でできた火山岩を測定すると 結果はどれぐらいだと思いますかたった1803年でしょ今2024年ですよね。たった221年ですかね。っていう答えが出てきて当然ですよね。ところが、こういう方法で測ると1億6千万年から33億年を示した。これんでこんだけの範囲があるかっていうと、いくつかの岩石が、そこにあった岩石が、 測られてるんですね。そうすると様々な年代の値が返ってくるということ。あるいは、えー、このウラニウム鉛法、カリウムアルゴン法とかいっぱいあるんですよ。それぞれの測定の方法によって同じ岩石を測定してもものすごい差が出てくるということですね。で、えー、すなわち何が問題なのかというと、憶測が入ってるんです、これには。この方法では正確に親元素と、えー、娘元素の 量は正確に測定でできますすすごい技術ですところがその測定した結果の比率っていうのは実際それは時間を示していませんなぜならばその火山岩ができた時に親元素と娘元素がどんだけの割合で入ってたかっていうことを誰も知らないんですよ だから、憶測で娘元素がゼロとしてあるわけですよ。そうすると、当然長い年代が出ます。実際それは時間を示していません。さて、石炭、石油はじゃあどうなってるの石炭は、例えば3000万年から3億年前の地層に埋蔵されていると言われています。森林がごっそりと 石炭にいわゆる石炭というのは木の化石なんです。でもこれ炭素を含んでますので測定ができるんですね。それで ICR これは Institute of Creation Research ですねアメリカの創造論の大学院のところですけれども、えー、石炭標本をそ,のそこの科学者たちは石炭標本を購入した。 アメリカエネルギー省の石炭標本貯蔵庫ってあるんですけどもそこからあのそこに、まあ、学術的な調査ということなんでしょうね、えー、その石炭標本を購入して一つの石炭をパーンと3つに砕いてその3つの石炭をですね独立した独立したて無,か無関係互いに連携していない、えー、3つの年代測定書に測定を依頼した。 そうするとどうだったかというと放射性炭素の測定値4万5000年以下と返ってきましたそれぞれそうですすなわち放射性炭素が残ってたということですよねこれは直接測っている放射性炭素ですから先ほどの鉱物測ってるわけじゃないですよ直接ですから4万5000年以内ということですすなわち 何億年や何千万年前ではないということです、えー、放射性炭素が放射性炭素14が残っている例というのをいくつか紹介しましょう放射性炭素14があるはずのない 場所で見つかった例ですこれはあの、えー、オーストラリアの創造論団体クリエーションミニストリーズインターナショナルド・ドンバッテン博士の記事を引用しています、えー、この記事ですねそれをあの翻訳してここへ書いてありますね。ちょっと読みますねオーストラリア西クイーンズランドのクリナムタン,ンで何千万年前とされている玄武岩の地層中に焦げた木片が発見されました言われている年代が正しいなら 放射性炭素はは木片に残っているはずがありませんそれで私たちクリエーション・ミニストリーズ・インターナショナルの科学者たちはその木の放射性炭素年代はどうかなと関心が高まり調査に立ち会いましたしかしそ,そこにいたシンカロン科学者たちは放射性炭素は一切ないはずだと、えー、言って調べようとはしませんでした私たちはそんな古い年代を信じていませんその焦げた木に 放射性炭素14はは残っているはずです。それで私たちはその木とその周りの玄武岩のサンプルを入手し一般の研究所に送って年代を調べてもらうと玄武岩からはカリウムアルゴン法で数千万年という年代が返ってきましたこれは鉱物を測るものですから当然長い年代出てくるわけですねさらにやはり木には炭素14放射性炭素14が見つかりました木片の年代はこれは56万年以下ということです 原武岩が実際に数千万という古いのならその中にあった木片には放射性炭素重0はとっくになくなっていて見つかるはずがないのです、えー、私はオーストラリアのクリエーション・ミニストリーズ・インターナショナルから、えー、こういう想像の情報をもらっています。えー、見れます。ですす。ででね。膨大な情報ですで例えばこの石炭炭と放射性炭素 っていうふうふにあの検索で入れるとずらっと論文が出てくるという英語なんですけれども、まあ、今あの自動翻訳とかいろいろありますからあの、まあ、興味ある方は見てくださいもうびっくりするほどの情報ですさてさらにティラノザウルスの骨の中から赤血球血管が見つかってるんですねいわゆる 骨髄がが残っっっててていいいたうのの見つかってるでこれあのかつて恐竜の話した時もこの画像で紹介してるんですけども、えー、進化論者なんですけども個、えー、生物学者のメアリー・シュバイツァー博士が2回「えー、サイエンス」っていう雑誌に投稿しています、えー、ヘルガワっていう、まあ、すごい名前なんですねすごい名前ですね、はい、なんでそういうういいいい名前がついてるかというと 恐竜の骨がゴロゴロロしてるからということですね化石や骨がで、えー、どうも化石っぽくないなという骨を拾ってきてそれを研究室に持ち込んで輪切りにしてみたら中から骨髄が出てきたっていうんですねで1回目「サイエンス」に投稿した時に大反対でいろいろ受けたんですけれども、えー、この宮城、えー、柴一博士はこんなの夢見にも見たことない私が言ってることは本当だっていうことでその後も調べてですね えー、さらに、えー、実験で検調査データをつけて発表しています、えー、こんなの夢にも見たことがないというんですねこれ何を示しているかというと恐竜は6500万,万年前に滅んだと進化論ではされてるんですけども結構最近までいたという証拠ですよねでねこれあの実際これを 放射線年代測定されたんですかって聞いてみたんですけども、まああえー、CMI っていうところに聞いてみたんですけれども、えっと、これが測定されたということは記録がないんだそうですところが、まあ、こういうことがきっかけになったかどうか世界中でそういうことが多く報告されるようになりました放射線年代測定されてるんですねでこれはあの 2007年に専門研究機関にいい依頼して測定された恐竜の骨です恐竜の骨をまあ化石化してるのか半分化石なのかちょっとわかりませんがまあ見つかった恐竜の骨を年代測定されてるんですねで「ダイヤ・ドラゴンズ・ブック」の10ページこれをダイヤ・ドラゴンズ・ブック」の10ページですねそれにこれがあのその中に引用されてる、えー バイス・ネルソンのレポートバイス・ネルソンっていう方のレポートですねここに放射性年代測定の結果がこの部分にあるんでそれ拡大してここに貼り付けてますでええー、専門機関の測定の結果恐竜の骨化石の軟組織から抽出された部位の炭素14法の報告っていうことでこれバイオアパタイトこれアパタイトって骨の成分ですね2.5万年 で焦げた骨チェアードボーンで焦げた骨2.5万年コラーゲン2.3万年不眠酸2.5万年というところです全部放射性炭素が見つかりましたでさらに2012年8月13日から17日のシンガポール西太平洋地球物理学会で研究者チームが8体の恐竜方法から採取した多数の骨の カーボンフォーティン放射性炭素14年代測定結果を発表した。すべての年代は2.2万年から3.9万年でまさに想像論者が予測した範囲であった。もし恐竜が数千万年前のものなら、えー、放射性炭素14は一原子も残っていないはずということですね。もうお分かりいただけると思いますね。恐竜は 6500万年前に滅んだではないということが証拠としてはこういうことなんですねそこでまた皆さんに質問があるかもしれないですね疑問が出てくるかもしれないです放射性炭素年代が今ここで測定結果が全部2万年から4.5万年っていうのを紹介しましたそうするとね、えー、聖書に書かれた年齢 この世界の年齢6万6000年に合わないんじゃないですかって質問されるかもしれませんね当然そうですよねでね、えー、想像論科学者たちは実は放射性炭素年代測定はそのデータは補正が必要であることを主張しています指摘していますこれあのちょっとその図なんですけども、えー この画像は、えー、想像の疑問に答えるという本ですね、えー、その89ページを引用しています。実際、この本ですね、実際、想像論科学者たちは過去に自然界の炭素、これはノーマルと同位体と通常の炭素と、それから放射性炭素14のバランスが歴史とともに変化したということを主張しています、提案しています。 ノアの洪水前は植物が繁茂しており、このノアの洪水、大きなその激変ですね。ノアの洪水前というのは、ものすごい植物が繁茂していたということです。これからが石油、石炭になっているわけですからね。で、そのことによって、ノアの洪水によって、それらが地中に埋もれたんですよ。それらって炭素でしょ。大量の自然界の炭素が地中に埋もれました。これはノーマル炭素です。 それでノアの洪水前は放射性炭素の割合は今よりもはるかに少ないということですよね。今,今,今よりずっとノーマル炭素が多かったわけですから放射性炭素の割合というのはずっと小さ,くなる小さくなるということですね。ここで放射性炭素とノーマル炭素の割合をここに点線で書いてあります。ずっと小さくなります。それがね ノーマル炭素が減ったためにですよ、洪水の後。この比率が上がったということですね。で、今、ほぼこの比率で、これが自然界の比率なんだということで計算されているわけですよ。で、このことから言うと、洪水前の生物は、まあ、放射性炭素年代測定をすると、ずっと古く見えてしまうということになります。なぜならば、 この放射性炭素っていうのは炭素由来じゃなくて窒素由来だからですよ。これが変わらないというふうに見ています。まあ、ちあの空気がほとんど窒素ですので空気がもともとあったということからこれは変わらないということで宇宙船が窒素を叩き出して放射性炭素を作っているわけですね。でも地上の普通の炭素の割合が変わったということですね。 そういうことで洪水前の生物を測定すると非常に古い年代を出してしまうということですねですから、まあ、あの2万年3万年4万年というふうに石油石炭が測定値が出てきてもですねそれはもっと最近のものだっただろうと古く見えてるんだということを言っています さてここで全体をもう一度見直してみます。先ほどの地質柱状図です。ここにね、建成台というお話し,しましたね。この建成台、すなわち地上に生物がいた時代のことです。5億4千万年あります。これは地質柱状図で言えば、生命の化石が出てくる、 地層全域を示していますこの地層全域にわたって中から出てくる生物体で放射性年代測定したらいつも放射性年代測定が検出されているということですもうお分かりいただけたと思いますこれは地球が非常に若いという決定的証拠ですこのことがねまあ データ積み上げて想像論団体がこのことを発表してるんですね全ての生物の化石で年代測定で測れたものは非常に短い年代しか示さないということです地球の年齢何億年か何千年か実際の証拠は地球が非常に若いことを示していますではなぜこのことが重要なんですか 多くの方々、まあ、クリスチャンと言われる方であってもいやーイエス様の名を信じてたらねいやなんで進化か創造かって重要なんですかどうでもいいじゃないですかあるいは地球の年齢この世界の年齢が何億年だってもそんなん関係ないじゃないですかって結構言われるんですね、えー、いや重要なんですなんでかっていうと 何億年という年代が常識パラダイムになっているんです。今の世界はそうなんですよね。このパラダイムを皆,皆がそれは事実だと信じてるんです。パラダイムというのは、まあ、進化論とか宇宙進化論のことなんですけども、えー、それは、えー、事実だと思ってるんですね。そうするとどういうことになりますかそれで聖書を読み始めると、あ,あ、聖書に書かれている短い年代とか、 最初からアダムとエえばとかこれは信じられないと思ってしまいます重要な問題は人々がこのせいで聖書を信じることができないことですその上残念なことに神学の中には何億年という年代を認め聖書をその何億年のストーリーに当てはめようとする解釈が多くありますおそらく15種類ぐらいあるんです例えば創世記一章の 想像の人は長い時代のことだ。そう考えれば進化論と抵触することはない。というふうに教えられているところも、これ,、まあ、これが一番流行っているんですけれども、何億年の時代をいくつも得てから、アダムという人間が出てきたというんです。これをね、有心進化論って、神がありながら進化論と言います。するとどうなりますかこちらに先ほどの地質中上図を書いています。 ここに、ね、あの地層の端っこがありますよね。でその横にその地層から出てくる化石の絵を生物の絵を描いています。下の方が古いんですもしこれが正しいとしたらですよ進化論って何なのかというと一番先に海の底で単細胞物生物ができました。 そしてそれが生存闘争を繰り返して地上に上がってきて最後はそれが人間にまで至ったというそれがね5億4000万年かかってなされたんだということが教えられているわけです進化論では。進化論では地層中の化石が長い進化の歴史を示しているんだと言っているわけです。これ もしそのように長い長い生存闘争の結果人間が出現したとしたらどうなるんですか生存闘争ですから初めから死のある世界ですよこれはそうですよねで死を通して弱いものとかまあいわゆる敵をね淘汰してそして強いものが生き残ってきたというのが進化論です。 進化の原動力は生存闘争です。死を通して人間になったということなんです。ここで、ちょっと絵が描いてありますよね。ここでね、ちょっと英語なんですけど、アタックとかね、ガブッとかね、まあそういうことがこうありますよね。僕とかね、<laughs> もう殴り合いしてる表現なんですけどまあそうやってここで人間がピストル持ってますけども、まあその結果、 人間に至ったんだったらどうなるかということです。アダムとエヴァがエデンの園で出てくる前に、5億4千万年の間、生存闘争した死骸の上に、アダムとエヴァが出てきたということになるわけです。この骨の上にいることになります。それは、 神、創造主が初めから死も苦しみもある世界を創造したということになり、創造主の清さをないがしろにしてしまいます。また、アダムが罪を犯す前から死も苦しみもあったことになり、福音の意味を完全に消滅させてしまうんです。福音の意味は、どういうことですか新カロンが言う歴史だと、死を通して人間に至ったんでしょう。生存闘争ですよ。 しかし実際の歴史というのはこういうことですもし進化論有進進化論の何億年という歴史が本当だったら福音の意味は完全に失われてしまうんですなぜならアダムの前に祖先がいて何億年の生存闘争による進化で互いに死に至らしめてきたからですこれは聖書と矛盾しますイエス・キリストの福音、創造主との関係を永遠に回復できる いうこととが真実であるる言えるのは私たちの祖先であるアダムが創造主から離反した結果離反というのは反逆して離れるという意味ですねそれが罪です現在ですでそれゆえにこの世界に死がもたらされたっていうことが聖書に書かれてるんですねこっからそっからです死が入ったのは 最初であった、えー、私たちの祖先であるアダムが創造主から離反した結果、最初にあった創造主と人との調和が壊れ、死が介入として入ったという悪い知らせが、これは創世紀1章から3章に書かれています。それが全く歴史的事実であるということによるのです。聖書ははっきりと福音をアダムがもたらした死に結びつけています。第一コリント15-21と22です。 死が一人人ののを通してたですから死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、ここですよね。アダムの罪によって死が入ったんです。キリストにあってすべての人が生かされるのです。キリストの復員の理由はアダムの罪です。初めから死があったのではありません。そして、 第2ペテロ3の5から7にはこういうふうに書かれています。これは聖書外の概念からの聖書解釈すなわち私的解釈ですね。に対する警告の章ですがなんとノアの洪水の理解を例にここで挙げているんですね。ちょっとお読みします。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち地は神の言葉によって 水から出て水によって,てなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びの火まで保たれているのです。ここで見落としていますとは、線,えー、線引いてあるところですね、見落としていますとは英語の聖書ではインテンショナリーイグノアドとかデリバリッドリーフォーゴッっていう、 表現がされています。それはあえて無視しているという意味です。なんであえて無視しているっていうのは、こういう春彼らっていうのは誰なのかって、この前に書いてあるんですけど、ここには引用していませんが、こういう春彼らっていうのは、聖書の創造以後、激変がなかったと言っている人たちなんですね。すなわち、ノアの洪水が全世界だったという、全世界を覆った洪水だということを認めていないということを。 ここからもそのことが書かれていますねそうするとノアの洪水が全世界を覆ったのではなく例えばあの結構多いんですけどメソポタミア地方の局地的な洪水だったっていう解釈がねこれ非常に行き渡っていますけれどもこれ問題だと思いますね、えー。もし世界を覆った洪水が本当に 党にあっったたんだととしたらどううなりますすすかあちょっと前ですねそうですねねそ、えー、ここはね非常に厳しいこと書いてあるんです。今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれっていうねそこまで厳しいこと書いてあるんですね。これあの第二ペテロというのは指摘解釈を警告している章です。でもし全世界を 洪水が本当にあったとしたらどうなりますか逆に本当にそれがなかったとしたらどうなりますかという質問でもあります全世界を覆った洪水の大きさというのはこれぐらいでしょうねだって創世紀七章十九にノアの洪水のことが書いてあるんですけども水はいよいよ地上に増し加わり天の下にあるどの高い山々も すすべてて覆われたと書いてあるんです全世界をえまさかこんな水がということですよね。もしこれが本当にあったんだとしたらそれはこういうことになるでしょうね。海の底のものは海の底で水の中で土砂をかぶるでしょうね。お魚もそうですよね。平行地層になります,なりますよね。 化石ができる条件を満たしてますよね。地上の動物もそうですよね。結局は全部覆われたんですから。そうすると、これ恐竜なんでしょうね。恐竜も人もみんなここに溺れて、水の中で土砂をかぶります。これが本当にあったとしたらどうなりますかこれ、グランドキャニオンです。ここにね、おびただしい数の化石が埋もれてるっていう絵です。ここでね、進化論でこれは何億年とされたんです。そうですね。 5.4億年でですす積もってるんですよしかしノアの洪水が全世界を覆ったとしたらどうなりますここに重ね合わせてみます。海の底でまず何が土砂をかぶりますか海の底の生物ですよね。カンブリア紀そのままじゃないですか。その次はお魚。ねお魚水をかぶりますよね。平行地層ですね。 そして水際のものですよね。両生類、そして灰もあるもの、爬虫類ですよね。そしてその後哺乳類とか、鳥類とか、あるいは津波とかでも高いところに登っていく、例えば人間とか、あるいは、えー、哺乳類とかね、そういうものというのは逃げようとして上の方まで行きますよね。しかしかついには それらも皆水の中で土砂をかぶったんです。ですからどうなりますか進化論で何億年かかってこういう順番でこれ進化した順番に積もってきたんだよって言われるのはもし私たちが聖書のノアの洪水が世界的だったことを本当にそうですと言えばそれはまさしく地層の中に。 2 0 0 0ルの分厚さの地層の中にこれは進化した順番じゃないですこの高さは年代じゃないノアの洪水の時にそれらの生物が生きていた場所そのままの場所で地層の中に埋まっているんですこれでいかがですか聖書が言う聖書が言う短い歴史の中に地層 そして化石の堆積が入りましたね。じゃあ、この6000年の、聖書が言う6000年の間に、いつどうやってあんだけ分厚い地層と化石が積もったんですかもう答えが出ましたよね。世界を覆ったノアの洪水の1年間です。あと何が残るんですか聖書が言ってる年代しか残りません。聖書から考えるのか 人の世界観や常識から考えるのか私たちは問われているんです。イエス様はこう言ってるんですよ。マルコの十章六節で、イエスは言われた。しかし、創造の始めから神創造主は彼らを男と女に作られました。イエス様は何,何億年も生命進化を通して、 最後の最後に人間を作ったなんて言ってないんです。想像の始めから人がいますよ。しかも男と女、初めからいますよと。とイエス様は言われたんです。バクテリアに男や,男や女あるんですかないですよね。イエス様は想像を指示しています。もし、有神進化論、神が何億,何億年かけて進化を起こしてきたんだ。と考えるならば、イエス様は嘘つきだ。 で言ってることになりますもう一度言います聖書から考えるのかそれとも人間の世界観や常識から考えて聖書を解釈するのか私たちは聖書から物事を考え始めるものでありたいと願いますえ今日はここで終わりますけれども「えー、ノアの洪水」の話どういうことになってたのか。 それと洪水後の世界恐竜はどうなったのかということを東住吉キリスト集会の,あの、えー、創造科学のチャンネルで、えー、アップしてくださってますので、えー、参考くださればと思いますそして、えー、6日間ってそんな短い時間で本当に世界ができたのか創世紀一章をどう理解するそれからこの世界の真の歴史と真価じゃなければこの世界の歴史はどういうことになるの ということも合わせて、そのチャンネルで見れますので、ご参考ください。以上です。ありがとうございました。